集まっていただいて、サポーターの皆さん、本当に1年間長いシーズンでした。2月から熱い応援いただいて、本当に心から感謝しています。途中から入ってきて半年経ってきたんですけど、ものすごく厳しい状況の中で入ってきて、本当に素晴らしさと、本当に新潟市の皆さん、ご親切、ものすごく声をかけてくださって、本当に心から感謝しています。ものすごく難しい状況の中で、選手たちが本当に一生懸命頑張ってくださって、本当に心から感謝しています。毎日一生懸命練習してくださって、いい準備して、やっぱり自分のためにだけじゃなくて、新潟市のために、サポートのために、最後まで戦えるように頑張っていくつもりで、みんなずっとそういう話しながら練習やってきました。残念ながら結果がついてこなくて、最初の4ヶ月間なかなかうまくつながって